こんばんは、平井弘明です。前回ですね、男性のお客様でこういうレッスンをして上達しましたっていう動画の内容を撮っていったんですけども、それの後編ですね、今回やりたいと思います。平井弘明のワンナップゴルフ。女性の方でですね、もともと上手いんですよ。7、80代では回る方で、でただすごい理論をやってたんですもうワンナップと真逆も真逆、もう本当に全然違う理論をやられてた方で、そこまでやられてた方がなんでワンナップゴルフに来たか、そうだよね、うん、気になる。そうやっぱりね、当たんなくなっちゃったなって、やっぱりでも上手かったんでしょ。上手かったんになっちゃったんだね。あ、過去になっちゃったんだ。そうやっぱボロボロになってきて、基本じゃないから崩れるよね、それはね。やっぱりちゃんとした基礎がないといずれは崩れちゃうんで、今まで習ってたこととワンナップゴルフはもう面白いぐらい逆を言ってたんだって、うんうんうん、平井っていうプロがだから、うん、これは治るんじゃないかと思ったんだって、うん、それでわざわざ高速使って栃木の方から来てくださって、うん、まあ、定期的にその方も受けていただいてるんですけど、うん、あれじゃあその前は別のところで習ってたの？そう別のところで習ってたみたいで、それもやめて2年ぐらいこう画期的な YouTube っていうあるんだ、動画を、そう、そんなのがあるんだ、いろいろ見れるのを見てて、でもう頭の中がスチールールみたいになっちゃったんだって、うん、あら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 、それでその端くれでワンナップゴルフが出てきた、うん、よかったね、よかったよかったあと 2,3 本前で動画やめてたらお会いしなかった。もうなんで弱小だから出てこないからさ、そこがレアなんですそうそうなの、見つけられないからな、見つけられない、そうな、よく言われる、わざと出してないんですかそういうわけじゃないんです調整できないからそれはね、そうです、そう、それで、うん、まずね、その方の本当申し訳ないんですけど特徴っていうのは、うんうん、トップ作ってから、うん、20センチぐらい下がるのかな、うん、でこっから放つわけよ、うん、もちろんそれが悪いわけじゃないんだけど、うんうんうん、女性の方で腕力なくてそれをやっちゃったらやっぱりね、ヘッドよりも先にやっぱグリップが出やすいんだよね、よっぽど何かしないと。だそれがそのまま出ちゃってて、どうしてもめちゃくちゃきついフックか右に抜けちゃう球がやっぱ多くて、でそれをちょっと直してやってるんだけどなかなか直んない。やっぱり相当な落ち具合がすごくきつくて、でそれも体に染みついちゃってスイングを変えることっていうのが思い切れない。じゃあ一発練習でこう変な話、アウトに上げてインサイドから降りるような仕草だから、うん、インに上げてアウトから降ろしてくださいって言ったら、それだったらアウトから来ませんってわけ、うん、アウトから来るよってそうじゃないと治らない、うん、そうで、うん、動画も見せて、うん、そうやっぱり相当インから垂れてきてんでね、うん、そうだからそれをやっぱ言うけど、レッスンではやっぱり俺が見てるし気をつけてやるし、うん、大げさにやってくださるんでそこそこよく治ってくるんだけど、うん、やっぱり地元帰って練習するとやっぱどん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 下がってくる。やっぱマーイヤレベルが一人の時とレッスンの時とでやっぱ変わるじゃない、うん、だからそれでどん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 やっぱ薄くなってっちゃうんでね、うん、そう、それでどんどんまた落ちる、うん、それを繰り返してたんだけど、うん、ラウンドレッスンをねこの間受けてくださって、うん、そのラウンド行った時にラウンドではその落ちる、まあ、腕とクラブがこうやって後ろに落ちることを気にしてたら気持ちよくラウンドできないし、いい球打てないんで落ちてもいいです、落ちてもいいんだけど、その落ちる度合いがその気にならないために何をするかをラウンドでやりましょうって言ったの。したらさ、それ2ホール目からやったの。したらさ、2ホール目からさ最終ホールまでほぼノーミスよ、ドライバー。だからこれはね、内容はオンラインサロンの方で俺が文章としてサロンメンバーの方にお伝えしたじゃない、うん、あれの内容なんだけど、うんうん、言わねえのかってなるね、また。いや、それはいい、これはいいね、うん、それはだって金払ってる人が読んでるやつ、ね、間違いない、うん、間違いない。で、原因っていうのは、うん、やっぱ急いじゃうことにもあるし、で、なんで急ぐかっていうことにもなってくる。だそれを気をつけて打ってもらいたいんだけど、気をつけて治るぐらいだったら練習でも簡単に治るから、コースでは違うことを気をつけてもらった。したらその気をつけてほしいことが治ったわけよ。その方法をやっぱり、まあ試合出てたりすると俺がね、やっぱ分かるわけよ、自分もやってきたことだから。だから自分がどうやって対応してたかをお伝えしただけなの。だからそれはね、150万ぐらいラウンドレッスン、いや、よく払ってくれてありがとうございます。いや、もう帯がついてました。そうですね、うん、それぐらい大事なことをちょっとお伝えさせてもらったんですけど、え、でもそれはさ、うん、そしたら練習場では言わないの？練習場ではね、うん、違うの？違うんです。だってさ、そのラウンド行った時にそれで治るんだったら練習の時に言ったら治んないんだ。治んない。
練習場ではそれを直そうとしなきゃいけないの。そうなの？そう。言っても気持ちよく真ん中に構えてストレートボールが出てるわけではないから、うん、ただご本人がコースのこの間のいいショット、うん、スイングは変わらずにコースでいいショットを打った全ての動作を納得できるんだったら練習場でもやっていい。だけどスイングを直したり、うん、気にすることをコースでやらない方がいいとかやりたくないんだったらやっぱ練習場で直した方がいいんだよね、うん、ただコースではやらなくていい。コースでは今自分が持ってるスイングでいかに100点を出すかだけだから、だからラウンド中はそういうことは一切考えちゃいけない。ただ普段その練習場でそれを直そうとしてやってるから、うん、ラウンド行った時に気にしなくても、うん、少しはその度合いが少なくなってるっていうかやらなくなってるってことですね。そう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 、はいはいはい、でそういうのも見受けられたから、うん、じゃあちょっとスパイスとしてこれをやってみてくださいっていうふうに2番ホールから言ったら、はい、もうそこ狙ってくださいねって言ったらそこ飛ぶ、あそこ狙ってくださいねってあそこ飛ぶっていう感じだったの。試合の練習ラウンド、その方試合出る今度出るんで、うんうん、でそこで試合やるとこのコースにちょっと行かしてもらったんだけど、そんなことまでしてくれるんですか、なんとかアップゴルフは。いやそりゃそうですよもうね本当に上手くなってもらうことがもう大抽選よね。まあそりゃそうですね、そりゃそう行くなやりますよ本当に。そうだからアイアンもヘアウェイウッドなんかパコパコ当たるよその方、同じ気をつけることをパター以外全部やってもらった。当たるんだ。当たる、上がる、捕まる、めっちゃいい球打ってたもん。じゃあ垂れてもいいってこと？垂れなくなったの。下がるよ、下がるのは下がるよ多少ね、だけど半分以下になったの下がるのが。練習であんなにがむしゃらしこたまたま打って下がるのに、うん、コースで下がんなくなるとおかしくない？おかしい、うん、気をつけるポイントだけ。俺もそうだったから。そうなの？そうで調子悪くなると 俺もなるから今も。だから気をつけるポイント知ってる。で途中ホールで気にしてますって言ったの。全然気にしてないって言う。そう、あんだけいい球打ってたら気になりませんよねって話。どうでもよくなっちゃうの。そうなんだ。そうでもあれだね、もともと全然違うことやっててさ、うまかったのにさ、うん、調子悪くなった、当たらなくなったとはいえ、よく真逆のことを言ってるやつ全部信じて、1回だけじゃなくて何回も通ってきたね。そうだね。なんで信じたんだろう。だって全然逆だから初め当たんなくなっちゃうんじゃないの。変な感じするし。俺の勝手な意見言っていい、うんうん、その方も本質知りたがるから。あ、そういうタイプなんだ。そう。あ、そうなの。うん、あの登録が前髪の毛の話をさ、担当の美容師さんに言ったらさ、まといすぎててって話したでしょ、うんうん、その方も同じようなこと言うから。あ、そうなんだ、うん、他の YouTube 見て。多くはまあね言えないけども、うんうんうん、そういうことを言う。なんかズドーンってブルズアイって感じ、ギクって感じだから。へえ。だからそういう考えが持ってるんであれば必ず上達しますよって。その方もオンラインサロン始まる前からの方だから、まあ動画でねやり取りをさせてもらってるんだけど、うん、そういうのって自分で何を知ろうとしてるかによっても結果って変わるし、うん、で変な話その方なんて、うん、女性の方、最終ホールちょっとドライバー左曲がったわけ、うん、でヘアウェイバンカー入ったの。でヘアウェイバンカーから池越えよ、池越えで150、60ぐらい、150ぐらいかな。ヘアウェイバンカーよ、池越えのヘアウェイウッドでピン横4メーターぐらいついてバーディー。やばくない？最初アイアンで刻もうかっつってんので、そんなに調子上がってきて今めちゃくちゃ今こういう時なのに、うん、なんで調子に乗らないんですかってヘアウェイと持たしたの、うん、もう ゴーするべきですよっつって、うん、当たったんだ。めっちゃナイスボール、ピン筋のフェードしてこういう傾斜でドンと落ちて右にコロコロコロって落ちて、うん、上りのフックの 3,4 メーターよ、バッカーンと入ってバーディー。18ホールやってくださいっつってこれいやすげえなと思って。ああいうのってやっぱりリズムもあるしイメージもあるし、その方もやっぱりね共通してること、前回のその男性の方と共通してることは、うん、言ったことだけやってくれる方、やっぱ大事だな。大事なんだね。その方は週 2,3 回ぐらい練習に行くんだけど、もちろんそのお仕事されてから行くんでやっぱ体も疲れてるじゃない、だから球数も少ないんだって。そうだから、まあそんな無理して打つ必要もなく今のペースのままでいいですから、まあ、気をつけるポイントだけしっかり抑えて、まあ、やってくださいっていう話をして。パターなんて最初どこを意識してるか分かんなかったんだけど、ここが動いてなかったの。だからここで打ってくださいって言ったらバッコンバッコン入るようになったの。ああいうのもなと思って、こうやってあげただけだ、うんうんうん、そうこうやって。それはやっぱりポイントってあるなと思って。へえ。だからいいストロークしてるし、本当にだからそれに
もうちょっといいスパイスを加えてあげればっていうだけの話よね。本当練習場が前回のその男性の方のお話で、うん、今回コースの女性の方のお話で、うん、だそういうのってやっぱり自分で気をつけるポイントなり、うん、コースではこういうことを意識して練習場ではこういうことを意識してっていうのが、うん、こうちゃんと区別ができてこう練習できるとやっぱ結果も変わってくるよね。あれそれコースでさクラブが垂れなくなったわけじゃん、違うところ意識して、うんうんうん、それは練習場に帰ったらやっぱりまた戻っちゃうのかな。アドレスが変わったら、アドレスを俺ちょっと変えたのね、うん、あ、はいはいはい、そう。アドレスが変わったらもしかしたら戻っちゃう。戻っちゃう。それはコースならではのアドレスにしたってことなの？そうなんです。じゃあ練習場じゃなかなかそのアドレス取れないんだ。できないのよ、できないのよ、なかなか。ただドリル的な話とか、まあ、矯正面っていうのにしては、うん、まあ、練習場でやってもいいよね。すげースイング良くなっちゃったもんね。だから結局どういう球筋を打つかによって本当に自分が変わらないとダメなんだなと思って、自分をやっぱリーダーシップ張っちゃったら球筋は関係なくなっちゃうと思った、うんうんうん、改めてこのボールをあそこに飛ばしたいだよねから話は始まらないとダメ。そうだよね、うん、そのボールをあのカップに入れるスポーツだからね。そう、もう120点のスイングしたからどうのって話ではないってことだよね。0点のスイングでもそのボールがあそこに入ればいいんだもんね。そう、100点だから。それを本当現実にしてくれた方だから、こう遡ってくると、じゃあボールをあそこに飛ばしたい、ボールをそこに飛ばすにはどうしたらいいのって言ったら、ヘッドがボールに当たるからで、じゃあそのヘッドをどうしたらいいの、どう入れたらいいのっていう話で、うん、ってなってくるってことだよね。遡ってくると、そう、どんどんボールからこうやって自分にこうやって入ってくる。 そうだよね、うん、それがこうちゃんと理解できてすんなり頭に入ってくれば動きはスムーズになるよね。だから体だけやるとダメなんだ。ダメ。でクラブをこう入れるために体をこうしてるならまだいいってこと？そう、まだいい。だから、そう、その球筋を打つためにこのクラブの動きをするために、うん、その動きをやらなきゃいけないんだったらやっていい、うんうん、でも他の動きでもできるんだったら別にその動きはしなくてもいい。そうそうそう、よりシンプルな方に絞っていった方がいい。そっか、うん、再現性の問題になるから、ね、簡単に入れられる動きの方がいいってことね。そう、はいはいはい、そう、それをね、本当にお客様から学びました、改めて。それがあの第2弾として後編として言いたかったことですね、うん、はい、で今回もちょっとレッスン内容についてですね、うん、ちょっとお伝えさせてもらいました、うん、気に入っていただけたらチャンネル登録とグッドボタンの方よろしくお願いいたします。最後までご視聴ありがとうございました。オンラインサロンに入会していただきますと特別なですねミーティングですとかラウンドレッスン先行予約、あとオンラインサロンではですね、ちょっと YouTube では言えない内容の動画とかですね、ちょっと秘密なこととかですね、特別なショットですねをオンラインサロンの方で紹介しております。ぜひ気になる方はご入会よろしくお願いいたします。